ちょっとやっぱ痛いよね。ああ、試合の。うん。膝、すねかな。ちょっと外側のこの辺が突っ張ってる感じかな。うん。左はね、ずっと痛いんだよね、本当に。復帰戦終えたっていうなんか感触はどうだったんですか、岩渕さん。率直な、うん、いや本当にこれ復帰戦なのかなっていう。初日は本当に、うん、そうだね、プロレスの道場マッチみたいな、うんうん、感覚のなんかいわゆるプロレスでいう決めっこっていうやつ、うんうん、をやってる感じ、うん、だこれ本当にファンは喜んでるけど、その感覚は俺にもう分かんなくて、自分で、うんうん、だから復帰した実感が初日はなかったかな、あまり、うんうん、でバックステージでやっと気づいたというか、あ、復帰したんだみたいな、うん、ということは明日もあるんだ、明日も絶対来るんだ、じゃあ明日に備えようでスイッチがすぐ切り替わって、うん、で次の日も同じように朝起きるとベーグル食べてるし、ただひたすら同じものをずっと食べてるんだよね、うん、来る日も来る日もパンかデニーズか、もうこれ2つよ2つしか食べてないから、本当にこのずーっとアメリカにいる間その2つ でコンビニ買うのも同じものだし、うん、ほんとずっと同じような生活をしてたよね。でも戻るけど、その復帰戦2日目の終わりも、まあ、ハッピーな感じ、うんうん、でこれこそ本当に、あ、復帰したんだみたいな、うん、その3カウントのあるプロレス、うん、なんかワン、ツー、アーとかワン、ツー、スリーとか、それの完成、返した時の歓声だったり、ワンでキックアウトした時の、まあ、ワンで返した時の歓声だったり、あ、これはプロレスだな、プロレスやってるなっていう感じがしたね、うん、プロレスやってるな、戻ってきたなっていう感覚が芽生えたのが2日目かな、本格的になんか、うん、ザ・プロレスをやったって感じ、うん、うん、そのまあ一応第一線に戻れたのかなっていう感じ、まあ全然できるんだっていう、体力も全然あったし、そのうん、まあ、で全く負ける気もしなかったし、うん、ブランクは
感じた部分もあったけど、そんななんかああこれやばいなやらかしたなとかもなく、うんうん、普通に楽しめた、うんうん、充実した2日間だった、うん、まあその後はねみんなびっくりすると思うけどね、ドッキリがねこれをねどっかでねどっかで公開したいなっていうドッキリをね、だからこれここまでいくとドッキリじゃないのかな、え、これ逆に言えばどう思ったのかっていう、僕がですか、そういや恐ろしい体験でしたなんだよママどうしたの